皆様こんにちは。大変お待たせいたしました。始まる前からこんなにね集まっていただきまして感謝申し上げます。私はですね、ここ別府で女性専門の整体サロンの代表をしております佐藤澄香と申します。私はですね、専門は腰痛です。腰痛専門の整体院、日々お体の不調をお持ちの方のケアをしておりますけれども、今まで延べ1万年以上施術をしてまいりました。そんな中から皆様のお体の不調を経験する上で、今日皆様にお伝えしたいのは、見えますでしょうか、こちらです。腸内環境ダイエット、痩せ菌を増やして綺麗になろうというお話をしていきたいと思います。でこちら、なぜこのお話を今したいのかと言いますと、もちろんですね、皆様に元気で綺麗でもう本当健康的に体重を落としていくというお話ももちろんお伝えしたいんですが、今世界中でウイルスの影響でも不安がいっぱいですよね。で皆様マスクしっかりされていらっしゃったり、もう消毒されたりすごく予防してくださっていると思うんですけれども、もう最後の最後はあなたが持つ免疫力です。免疫力が高ければウイルスにも負けない強い体を作ることができます。そのために必要なお話が実はダイエットと直結しておりますから、ぜひ皆様一つでも二つでも学んでいただいて、今日からできることをお伝えしますから、ご自分のためにも、そして大切なご家族のためにしっかり今日お持ち帰りいただきたいと思います。では早速始めさせていただきます。その前にですね、実はちょっとだけ私自身のお話を聞いてください。実はですね、私ものすごく体調不良な時期がありました。お尋ねします。今ですね、突然皆さんのその綺麗なお顔が、そうですね、今のサイズの2倍から3倍ぐらい腫れ上がったとして、お肌はもうケロイド状態ですね、水泡だらけで、原因不明の熱が出てる、そんな経験をされたことはありますか？もしくは周りの方。私はあります。今から10年以上前です。当時の私はですね、どんな一日を過ごしていたかと言いますと、まず朝起きて真っ暗闇の中からスタートするんです。でそれはなぜか、目も口も開けることができなかったからです。真っ暗な中を手探りでまずは洗面所に向かいます。なぜかというと、夜中顔から出た黄色い体液がですね、かさぶたとなってもう一面マスクみたいになるわけです。でも開かない。なので毎朝私は無理やり剥ぎ落として鏡を覗いて、ああ今日もこんな醜い顔で一日過ごすんだなって、もうすごい顔でしたから、もう妖怪みたいでしたよ。もう原型はないですね。もう本当にすごい顔で、なので私はもう引きこもってました。外にも出れない。で当時まだ2歳の娘がおりましたので、本当にもう毎日泣いて子育てしてた状態でした。そんな私がじゃあなぜ今こんな風に皆様の前でこんな風に元気に立って、しかも不調を抱えた方たちを毎日毎日、私整体サロン12時間いますからね、朝から晩まで12時間ケアしています。もう全然元気です。10年前よりよっぽど元気です。じゃあなんで私がこんなに元気なのか、当時むくみもすごかったんですが、なんでむくみが取れたのか、イコールダイエットの話、イコール免疫力の話につながりますから、皆さんもしっかり聞いておかれてくださいね。ではなぜ私がこんな元気な状態になったのか、あることをしたからです。あること、さあ何でしょう。そのことをした結果、私はいいことがいっぱいありました。まずですね、当時はもうしょっちゅう風邪ひいてたんですよ。しょっちゅう風邪ひくって方いらっしゃいますか、この中に。いらっしゃいますよね。
私もそうなんですよ。毎月風邪ひいてて、もうお薬のお世話になってた。そんな私が風邪をひかないですし、薬ももう今飲むことないです。めちゃくちゃ元気になりました。免疫が上がったんですね。で、二つ目はですね、いろいろあるんですけれども、むくみが取れた。体重もです。むくみが改善。あとは、もうとにかく無理が効きます。もう元気なんです。疲れない。疲れにくい。というかもう疲れません。皆さんの中で、朝起きたらすでに、もう疲れたなぁ、疲れが取れてないなぁという方いらっしゃいますか？いらっしゃいますよね。わかります。もう寝ても寝ても疲れが取れないという方はもう要注意ですね。あとはですね、私も明らかに10年前より若返っております。10年前のも老けてました、本当に。もうカッサカサでですね。なので、嬉しいことがあったんですよ、この間。私の整体サロンにお母様がお体のケアでいらしてて、お子様と一緒に見えだったんですね。その子がね、小学校1年生の可愛い女の子で、その女の子がですね、私を見て、私実年齢45歳です。それでその子が何て言ってくれたかと言いますと、先生20代かと思ったっておっしゃるんですよ。すいませんね、いや皆さん優しいからうんうんってうなずいて、それはないだろうとね、私も思いましたけれども、20歳と29じゃね全然違うんですが、でも嬉しかったですよ、正直に。本当素直に、わあこの子から20代に見えてる、すごく嬉しかったです。若返るですね、どんどん。皆さんもそうですよ、どんどん若返ります。あとイライラしなくなりましたね。皆さんいかがですか？ついついこうイライラしたりとかないですか？今特にストレスが溜まってますからイライラするが減りましたから、夫と仲良くなりました。いつもじゃ夫が目の前にいるんですけれどもありがとうございます。本当なんですよ、私本当になんでか分かるイライラするんですね。イライライラなので本当すいません、迷惑をかけてきましたけれども、今はね、もちろん喧嘩はしますよ、でもすぐ仲直りです。本当そうなんです、精神的に落ち着くんですね。これをしたら落ち着いたんです。こういうとこいっぱいいいことがあって、で実は私がこの取り組んだことを整体に出しているクライアント様、お客様にお伝えしてたところ、先生スカートがスッと入るようになったとか、もう直前に施術の後にですね、そのおズボンで受けていただくものですから、スカートの下からおズボンを履くんですけど、終わった後もう全然もうガバガバなんですよとか、時間が経って私がお伝えしたことをもう一つずつこなしてくださった方っていうのは、先生なんか自然体重が落ちてきたっていうご報告がどんどん出たんです。私なるほどって思いました、やっぱりねって。絶対そうなんですよ。それでちょっと例えですけれども、いらっしゃる方ちょっとお写真をお見せしますね。こちら、こちらの方は7日間で体重が 2.7 キロ落ちて、なんとお腹周り見てください、 5.3 センチです。すごいですよね。で今でもこの方キープです。で次の方は体重は 1.3 です、同じ7日間でも。でもお腹は6センチ。で皆さんいかがですか？その体重も気になりますけど、どちらかというとお腹周りが気になりませんか？その体重はいいね、そのままで。だけどお腹周りで、これお腹っていうのはですね、内臓脂肪がやっぱ溜まる。で特に女性は不利なんです。皮下脂肪も溜まる、内臓脂肪も溜まるんですよ、男性と比べて。なので特に体重は変わらなくてもお腹だけ変わるっていうのはそこです。でそれもあとお伝えしますね。なのでじゃあ皆さんここからです、肝心のじゃあ何をしたらいいとっていうところです。何をすればこんな風に以前の私みたいにもすごく体調が悪くてむくんで体重にも変化が出てくる。皆さんいかがですか？今まで運動を続けたけれども、食事の制限をしてみたけれども、なんかこう体重の変化がないなっていう体験した方いらっしゃいますか？ですよね、わかります。大丈夫です、あなたが悪いわけじゃないんですよ。理由があるんです。あなたが悪いわけじゃないんですよ。あなたのほにゃららが悪いだけなんです。
さあ何でしょう、そのホニャララって何でしょうね。ではいよいよ本題です。そのホニャララとは、よかったですね、皆さんが悪いわけじゃないんです。皆さんのあるものが悪いから太っちゃうわけです。はい、おっしゃる通りです。ありがとうございます。もうね、原因は皆さんの腸なんですよ、腸で。皆さんはなぜこんなに運動したとしても食事を我慢しても、なんでこんなに体重が落ちないのかっていう原因はズバリ、もう皆さん、あなたの腸が悪いから。で、悪いっていうのはイコールの悪玉菌ですよね。要は腸内環境が悪いわけです。以前の私もそうです。で、なぜかというとストレスがすごかったんですね。で、ご飯の代わりにお菓子を食べてました、ストレスで。そうするともう白砂糖ですからね、腸内環境も最悪です。もう腐ってますか。なので結局腸が汚れる、ストレスとか食べ物とか、まあ、添加物もそうですけど、腸が汚れると何が起こるかというと血液が汚れるんです。するとですね、大変なことが起こるんですよ。ここで血液が汚れると、その汚れた血液はどこに向かうかといいますと肝臓です。で、皆様お分かりと思いますが、肝臓ってデトックス、老廃物を取ってくれる大事な臓器なんですね。そこがこんな悪い血液が行くとドロドロ血です。もう皆さん聞かれたことありますね、ドロドロ、もう汚れた血です。このドロドロ血が最後はどこに行くと思いますか。なんと心臓に行きますよね。するとこの悪い血がもう全身に巡る。結果、油です、脂質の代謝がもうガバッと一気に落ちます。イコール内臓脂肪が溜まりやすい体に自然になってしまうわけです。なので、どんなに運動したとしても元々のこの体質が変わらない限りは脂肪は溜まり続けますよ。ショックですよね。運動もちろんいいです、大事です、もちろん大事だけれども、基本的にあなたの腸がもし汚れてたとしたら、ストレスで、食べ物で、環境でですね、するとどんなに頑張ったとしても腸が元気じゃないと結果は辛いですよね。努力したのが報われないということです。なので、もう一度あなたの腸を見直してみましょう。じゃあどうすればいいかですね。たくさんありますが、難しいことは私もできません。やっぱりシンプルで簡単なこと、今日からできることをお伝えします。まずはですね、1番、快眠です。よく眠ることです。皆さんいかがですか、眠れてますか。夜しっかり寝てる方、はあ、いいですね。じゃあ逆に手が上がってらっしゃらない方は眠れてないですよね。例えば寝つきが悪かったり、しょっちゅう目が覚めたり、すごく腸に良くないです。なぜかというと理由があります。腸ってですね、寝てる時に動くんですよ。ご存知でしたか。なぜかというと、腸っていう臓器は他の臓器と違って、皆さん自律神経って聞かれたことあると思うんですけども、自律神経の日中は交感神経といってスイッチオンの神経が元気なんですね。でも夕方以降こうリラックスする方が逆に副交感神経といってスイッチオフになるようになってるんです。これがストレスがあるとオフができない、ずっとオンのままです。ということはイコール腸が動かないんですよ、止まってます。だから便秘だったり消化が悪くて、なんかもたれるとか、お腹周りだけもタプタプしてるとかいうのは、ここがポイントです。だとしたら睡眠時間が短い方っていうのは必然的に腸は動いてないわけです。そうすると先ほどの内臓脂肪がたまるっていうスパイラルに入っててしまうわけですね。で、ちょっとお尋ねします。睡眠時間が7時間以上の方、手を挙げてください。素晴らしいですね。ということは皆さん、それ以外の方は7時間未満ですよね。
ここで一つ残念なお知らせですが、どちらの方が太りやすいと思いますか？もうね、もう分かりますよね、お分かりですよね。もちろん睡眠時間が足りない方の方がもう必然的に太るようになるわけです。なぜかというと腸が動かないから、結果内臓脂肪がたまるから。なので皆さん、ご自分のためにぜひ最低7時間は眠るようにしてあげてください。いかがですか？それだけで痩せやすい体になるってよくないですか？いいこといっぱいですよね。眠るだけです。まずは寝てください。寝て腸を元気にしましょう。さあ、では2番目です。今解眠、次は解食。食べ物ですね。さあ、皆さんは手作りされていらっしゃると思うんですけれども、時々だったらね、やっぱりお外のもの買って帰ることもあると思うんですが、ただやっぱり添加物ですとか農薬がたっぷりかかっている食材を食べ続けると臓器にたまります。そうすると結局また腸が汚れますから、もうぜひぜひ食べ物今まで通り気をつけていただきたいんですが、じゃあどう気をつけるかというと、孫は優しい、ね、かわいいお孫さんいらっしゃいますよね。本当お孫さんかわいいということで、孫は優しい、この言葉を聞かれた方いらっしゃいますか？ああ、さすがですね。じゃあお尋ねします。まは何でしょう？まあ、何ですか？そうです、そうです、豆ですよね、豆類です。で、特にお豆もですね、できれば体を温める豆がおすすめです。白い大豆よりもやっぱり赤い小豆で、特に小豆は女性のホルモンのバランスを整えてくれる優れものなんですね。女性ホルモンが低下している方は上げてくれますし、逆に上がりすぎている方は下げてくれるんですよ。すごいんです。で、私も小豆大好きで、おすすめはですね、小豆かぼちゃとかご存知です？小豆とかぼちゃをお昆布だしでこう炊くんですけれども、甘みは一切入れずに美味しいです。もうあとちょっとお塩ですね、良質のお塩おすすめです。では次、5から始まる何でしょう？そうです、ごま、ごま類をしっかりとっていただく。では和は何ですか？和から始まる食べ物。そうです、大正解です。わかめ、海藻ですね、海藻類。では矢は何ですか？そうですよね、お野菜です、野菜。まあ五は矢まで来ました。ではさは何でしょう？そういえば何だったかな、さです、さから始まります。いかがですか？そうです、お魚ですよね。では市です、大分県民の皆さんならわかるはずです。ピンポーン、そうです、しいたけ、美味しいですよね。私も大好きです、しいたけ。では最後、いいです。いは何でしょう？わかります？何でしょうね、私も大好きです。ごめんなさい、芋類です、お芋、お芋さんですね。なので皆様、孫は優しいを覚えていただいて、今日のご飯はこれが入ってるかなってチェックしてあげてください。私もですね、今高校1年生の娘がおります。で、娘お弁当いるんですけれども、その時はこれ入ってるかな、何回か成功したことがあります。全部はやっぱり難しいんですけれども、やっぱりできる限りこの孫は優しいを入れていただくとバッチリです。もう腸が喜びます。では3番目です。快眠快食まで来ました。次はもう腸と直結しますから、快便です。毎日すっきり出ますという方いらっしゃいます？素晴らしいですね。でもね、なかなか出ない時もありますよね。わかります。ストレスがもちろん原因でもありますし、お食事ですとか緊張続くとはやっぱり出ないんですよ。なぜかというと、腸が先ほどお伝えした交感神経スイッチオンは、ね、動かないんですね。
逆にハーッとリラックスするとやっぱ出ますから、よく眠ること、そして孫は優しいで美味しいお食事、思い出されると思うんですけれども、ちょっと皆さんあちらご覧いただいてよろしいですか。お店、これは手前からですね、ライム工房さんです。では、ね、今もち麦、ものすごく栄養価の高い白米の30倍の食物繊維ですよね。ですで、タンパク質も豊富だそうです。だからこういったもち麦で、もち麦はですね、水溶性の食物繊維です。要はお腹に優しい方ですね。あとは海藻もそうです、ネバネバ系とかで、逆に不溶性の食物繊維というのはごぼうとかモサモサしたものもいいんです。両方大事ですが、ちょっとですね、不溶性の食物繊維はちょっと消化に負担がかかるので、もっとお弱い方はできればいったもち麦のような水溶性の食物繊維を多めに、割合ですね、取られるともういいです。でそのもち麦を使ったカレーが真ん中の宮部さんです。もう先ほどからめちゃくちゃいい匂いしませんか。私もお腹空いカレーなんですよ。もち麦使ったカレーと、あと牛丼もされてます。で最後あちらですね、お紅茶 の山鳥さんで、実は皆さん腸ってですね、冷やすと動かないんですよ。だから冷たい、ね、食べ物とか飲み物飲んじゃうとすぐピタッと全動のが止まります。で実は紅茶は腸を温めてくれます。温める飲み物です。で逆に実はですね、飲んじゃいけないわけじゃないんですよ。でもコーヒーとか緑茶とかは冷やします。腸を冷やすので、できればいった紅茶で、まあ、生姜入れたりですね、生姜紅茶とかご存知と思いますけれども、しっかり腸を温める飲み物を取ってください。これは快便とかですね。で次は4番目、運動です。今ねなかなか運動ジム等々がクローズしてますから行きにくくなっているとは思うんですけれども、毎日いかがですか。何か運動されている方いらっしゃいますか。何をされてますか毎日。確かに動いて、佐藤さんどうですか。そうそうですよね、先ほどもおっしゃってくださいました、歩く、もう歩くのが一番です。しかもゆっくり歩いてください。早く歩くのよりもゆっくりの方がいいです。なぜかというと酸素をしっかり取り込めるから。すると血流が上がって腸が元気になるわけですね。ゆっくり歩く、でおすすめは20分以上ですね。20分超えると内臓脂肪がやっと燃え出し始めます。でもいいんですよ、ご自分のペースで5分からでもいい。ゆっくりゆっくり歩くと腸が元気になります。さあそして5番目、ストレスです。ストレスケア、私 もまさにここが原因ですね。ストレスがかかる、ストレスがかかると先ほどこの自律神経のですね、緊張する方、交感神経がもうグバーッと元気になって、オフのはぁーって緩む方がもうない、元気がない、こういう状態が続くと皆様のその末端の毛細血管ギューって収縮します。血管収縮すると何が起こるか、皆様の末端に十分な酸素や栄養がいかないわけです。すると冷える、要するに代謝が落ちるわけです。もうここでピンときた方、代謝が落ちるイコール痩せにくいっていうことです。代謝は燃やす体ですからね、それが低いということは燃えないということです。そして結果いろんな病気につながるわけですが、元はまあストレスでも原因は交感神経が優位になって血流が悪くなってしまって、結果隅々に酸素と栄養はいかず冷えて病気につながるっていう、このサイクルなんですね。でプラス先ほど睡眠のお話もしましたけれども、まさかご自分の体重が落ちないのはなかなか腸だったなんてってことなんですよ。腸なんです。これはなかなかねご存知じゃないことなんですね。腸があなたが悪いんじゃないんですよ。あなたが悪いわけじゃなくて、あなたの腸が問題なわけです。ですからまとめますと、まず1番何でしたか。最低
7時間はしっかり寝てくださいということです。寝るだけで痩せ体質になるわけですから、もう超ラッキーです。で2番目、会食、孫は優しいでしたよね。しっかりまあ和食中心ですよね。で改便です。先ほどの食物繊維のお話いたしましたけれども、とにかくまあここはつながったお話ですが、もうしっかり毎朝スッキリが大事で、4番はやっぱ運動もね、やっぱ大事なんですよ。腸も筋肉ですから、そこが衰えたら動けないわけです。なのでしっかりやはり最低20分以上はゆったりとしたウォーキングがおすすめです。あと最後、ストレスケアですね。あのストレスがないという方はいらっしゃらないと思いますし、ある意味ストレス大事なんですね。生きていく上で大事。ただそのストレスがずっと続くのが問題なわけです。続くとまずい。なぜかというと腸が動かないからです。なのでいかがですか皆様、どこか今日から一つここからできるかな。そしてご自分のためにも、大切なご家族のためにも、ぜひ腸をまず元気にしていただく。そしてこの心配なウイルスに負けない体を作って、しかも元気で綺麗に体重を落としていっていただきたいと思います。では、最後にですね、今日のお話のまとめと、今回私のお話を聞いていただいて、午前一部も終わっているんですが、先着5名様まで私のお話をもっと詳しく聞きたい、もしくは個別にご相談されたい方は、通常このお話聞いてくださった方限定なんですけれども、1時間5000円のカウンセリングをしてますが、無料でご準備いたします。5名様までステッカー終わったら、ご必要な方は私の方におっしゃってください。あとは LINE の登録もしております。こういった腸のお話、腸活 の正しい情報発信をしておりますから、LINE をお持ちの方はこちら、LINE 登録できますので、終わりましたら遠慮なくおっしゃってください。そして最後に、皆様素敵なお店こちらですね、ぜひぜひ今から腸をきれいにする材料がいっぱいありますので、私ももう買うのを楽しみに今日来ましたので、ご一緒にね、腸を元気にしてまいりましょう。それでは皆様、今日はお忙しい中ご清聴いただきましてありがとうございました。お帰りまでお気をつけてくださいね。ありがとうございます。ごめんなさい、質問どうぞ。はい、いいと思います。もうどうしても環境的に取れない方っていらっしゃるんですね。でご存知の方もいると思いますけれども、お昼寝は夜の 1,2 時間に相当するというぐらいすごくいいです。なのでどうしても7時間寝れない方は、お昼の10分でもいいです。10分でも20分でも良いので、ちょっと横になっていただくとリセットできますから、ぜひぜひこまめに捉えてくださいね。あともう一つどうぞ。あ、レシピですか。はい、素材、ですね、私はもうまずはできる限りもう無農薬の食材だとか調味料を使うようにしています。でね、お料理はもう本当シンプルなんです。もうそんな難しいお料理は私ももうできません。なのでまずはもうその素材自体が良いものを選んでおります。でプラスもう和食中心と、あと、ごめんなさい、午前の方にお伝えできなかったんですが、今ここにいらっしゃる方お得です。ポイントがあってですね、どうやったらその内臓脂肪をもっと燃やするかっていうのがポイントがあって、私が心がけてる12時間以上、何が12時間っていうと、腸を空っぽにするお時間をぜひ12時間以上作ってもらいたいですよ。12時間超え出したらようやく内臓脂肪が燃え出します。なので例えば12時間空っぽになってくれると、本当に全然違いますよ。体の疲れ方も違いますし、ですから例えばできるときは
晩ご飯早めに取られてすぐ寝ていただくのもいいですし、晩ご飯は時々ちょっとお休みされて翌朝まで何も食べない、するともうあっという間に12時間空腹できますから、ちょっと日中12時間で難しいと思うんですね。やっぱりご家族のお世話もありますしね。あとですね、私あのぬか漬けをぬか床しております。もう朝晩もうよしよしとこう声かけながら作ってます。あのすごくいいです。やっぱ乳酸菌ですね、腸にすごくいいですから、私ぬか漬け始めてからあの便秘本当にもっと良くなりましたね。もう今全然便秘じゃないですけれども、やっぱりぬか漬け発酵食品はおすすめです。あとは塩麹納豆とかも好きですね。あの納豆とあの塩麹とあと生姜と玉ねぎを混ぜてタッパーに一晩寝かせるんですね。そして翌朝もうめちゃくちゃ美味しいです。ぜひ試してみてください。3合まで量はですね、納豆3パックに対して玉ねぎが4分の1個で生姜が1かけとあと塩麹がそうですね、好みにもよりますけど大さじ2とか3とかそれぐらいで、あのお味噌汁に入れても美味しいですし、実はカレーとかシチューも美味しいです。もうハマっております。では発酵食品ですねがおすすめですから、ぜひぜひトライしてみてください。はい、あと他にはいかがですか、大丈夫ですか。はい、では皆様の本当素敵な笑顔を応援しております。皆さんお帰りまでお気をつけてくださいね。ありがとうございました。